ビデオカメラのデータ復旧を行いました。大阪府のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはパナソニック HDC TM60。 ビデオカメラを落下させ故障し、液晶画面が映らなくなってしまった。また故障する前に誤って消してしまったデータがあるので、そちらも復元したいという状況です。データ復旧処理を行い、19時間15分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。